はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語助動詞 ⑨ をお送りします。でね、もうついに9本目となりましたけども、今回助動詞2つ取り上げていくんですが、それがそうだ、そしてそうですです。で、実は前回がようだとようですだったんだよね。で、そこと、物も似てますけど、表とかめちゃくちゃ似てます。ね。ただちょっと、ね、意味とかはね、全く違うものになっていきますので、その辺ね、確認してもらえたらと思います。で、今回は全部で6問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部問題解きながら説明していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、ポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずポイントで確認していくんですが、このね、そうだ、そうですに関しては意味は2つです。で、それが様態、そして伝文です。この2個の意味を持ってます。で、先にね、ちょっと意味簡単に説明してしまうと、様態っていうのは様子です。ある様子、見た感じのね。で、伝文っていうのはざっくり言うと人から聞いた話です。いいかな？人から聞いた、伝え聞くって書きますけど、人から聞いたのが伝文。で、様子の様も入ってるけどね、様態は様子とざっくり覚えておいてください。で、これのね、めんどくさいところが、様態と伝文で接続するほにゃらら系が違うんです。で、実は表も違います、今回。で、シンプルなのは伝文。こっちの方が簡単です。で、まず、様態からいくんですけど、様態っていうのは、動詞のほにゃらら系とか、形容詞、そして形容動詞の語感に接続します。いいかな？で、まず何系か。で、様態の方ね、は、連用形に接続します。これが様態の方。いいね。で、ちょっと色変えますね。じゃあ、伝文は、用言などのほにゃらら系に接続する。こっちは、修辞形です。どこの伝文あった。いいね。伝文は修辞形に接続するんです。この区別、必ず覚えておきましょう。で、今回活用の表、さっき言ったように、様態と伝文は違うんです、表が。で、必ず、様態の方を覚えてください。そうすると、伝文はね、自動的に覚えられるんで。いい、様態です。なんですが、最初にもちょっと言ったように、前回、助動詞 ⑧ でやった、ようだ、ようです。のね、表もやりました。それを覚えておくと、これ絶対できます。で、なんでかっていうと、ようだのようをそうに全部変えるだけです。一個も違わない、その時と。だから、まず一つ目、そうだの方ね。ここが、そうだらから始まります。いっさ、そうだらじゃないよ、ごめん。そうだろだよね。失礼しました。そうだろだ。ね、そうだろ。で、連用形が3つあって、まず1つ目が、そうだにちっちゃいつ、そうだって感じね。で、次が、そうで、そして3つ目、そうにですね。で、連用が3つあると。で、終始はそうだ。ね、同じなんですけど、連帯変わるんだよね。で、あの時も、ようなに変わっていたので、ここも、そうなに変わります。連帯形がね。で、かてがそうならです。で、命令はありません。もしね、大丈夫そうだったら1個前の動画も見てもらって確認すると、ほんと、ようがそうに変わってるだけなんでね。で、次、そうですの方も同じで、ちょっとまたずらしましょうか。長いんでね。まず、未然が、そうでしょ。ね。で、次、連用が、そうでし。で、終止と連帯が、そうです。同じで、仮定命令がありません。という風になっております。いいかな？これが、様態の活用の表です。様態ね。で、なんでこっちを覚えておけばいいのかっていうと、ちょっと今から青で囲みます。一部。で、見ててほしいんですけど、ちょっとこっちからいこうか。そうでし。そうです、そうです。まず左側この3つです。いいね。で右側「そうだ」の方は「そうで」とここの「そうだ」今5箇所囲みました。実は伝文の活用の表はその5箇所だけなんです。だから含んでくれてる。いい伝文ちょっと横書きで申し訳ないですけどね。だから様態の方を覚えておけば、場所さえ覚えておけば伝文はこの5箇所の表です。あとは全部×です。伝文の方はね。というふうになっております。では最後ね、次の傍線部の意味を様態そして伝文から選んでいきます。3問ね。でこれ判断の仕方は2つあります。でまず最初にも、ね、意味を言いましたけど、様態っていうのは様子です。ね、で伝文っていうのは人から聞いた話です。基本的にはね。じゃあ例えば4番「彼女は留学するそうだ」ってこれ人から聞いた話なのかそれとも様子なのかっていうと、彼女って留学するみたいだよっていう感じで人から聞いた話っぽいでしょ。だからそれから判断して、ちょっと答えはね全部赤で書きますね。ここはこれが伝文っていうふうに判断して大丈夫です。例えば次も「悲しくて涙が出そうだった」って、これ涙が出そうだったって人から聞いた話ではないよね。涙が出そうっていう様子を表現しているので、これは様態になります。で次「この薬はよく効きそうだ」って、これも人から聞いた話ではなくって様子を表してるんです。ちょっとこうピンとこないかもしれないけどね。だからそういう時はもう一個の判断の仕方を言うので、先にちょっと答え書きましょうか。これも様態になりますですね。だからまず人から聞いた話なのかそれとも様子なのかっていう、そこでこの2つを判断できます。でもう1個のポイントはここの接続の形です。連用形と終止形。特に大事なのはこっちの伝文の終止形です。伝文は終止形に接続するので「そうだ」の前が終止形になってればいい。で終止形っていうのはもともとの形、変化してない元の形であることがほとんどなので判断するとすごく分かりやすい。例えばここ「留学する」だよね。これ「する」ってもともとの形上変化してないまだ。で終止形だからこれ伝文なんです。でも次「出そうだった」の「で」ってこれ変化してるんだよね。もともと「出る」だから。だからもし彼は試合に出るそうだとかだったら出るに接続してる、終止に接続してるんで伝文になるんですけど、これ連用形に接続してるのでだから様態になります。というか連用形に接続してるというか終止じゃないから様態でもいいけどね。で次もそうだの前がききになってるでしょ。これもともとの形はきくだからね。いい。だからもしこの薬はよく効くそうだって効くそうだねの方になってたら終止形に接続してるんで伝文に変わるんです。この薬ってよく効くみたいだよって人から聞いた話っぽくなるでしょ。効くそうだって言うと。でも効きになってるとこれは終止ではないのでだから様態になると。これねできれば両方とも判断をねできるようにしてください。終止だったら伝文と。であともう一個は意味からね、様子だったら様態、人から聞いた話なら伝文というふうに判断すれば大体ねこれで判断できますので是非使ってみてください。では今回は中学国語助動詞 ⑩ をお送りしました、今回はねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でやっとなんですけど次回の助動詞で最後です。で最後は「らしい」について取り上げますのでもしよかったらねそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。